北オポッサムは、オポッサム木オポッサムかオポッサム族に分類される、有体類。アメリカ合衆国西部にはもともと分布せず、人為的に移入されたが、その後分布域を北上し、現在は、カナダ南西部にまで分布している。アメリカ合衆国、カナダ南部、グアテマラ、コスタリカ北部、ニカラグア、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ体長35から55センチメートル。 尾長25から55センチメートル。体重1から2.5キログラム。オポスサムカ最大種。尾には体毛がなく、物に巻きつけることができる。頭部の毛は白い。磁界は大型で体毛がない。乳頭の数は13。草原や森林、農耕地、市街地といった様々な環境に生息する。主に地表性だが、木登りもうまく。 木の絵でも活動する。夜行性で、昼間は木のほらや岩の下、地面に掘った穴の中などで休む。オスは唾液を物につけて自分の存在を主張する。外敵に襲われると体を丸めしたお出し臭い匂い,いを発する儀式行動を行う。食性は雑食で、昆虫類、節足動物、両生類、爬虫類、鳥類やその卵、小型哺乳類、動物の死骸、 果実などを食べる。繁殖形態は、体制で1回に10頭以上の幼獣を産み、1回に56頭の産んだ記録もある。しかし、乳頭の数が足りないため、多くの幼獣は父が飲めず命を落とす。そのため母親が育てる幼獣の数は1から15頭である。幼獣は生後70日ほどは育児脳の中で過ごす。幼獣が大きくなると、親は 胴体や尾に乗せて移動する。毛皮や食用目的で狩猟されることもある。しかし、市街地などでも見かけられるなど、人間の生活空間に入り込み適応している。ありがとうございます。